標的化ドラッグデリバリーはスマートドラッグデリバリーとも呼ばれ体内のある部分の薬物濃度を他の部分に比べて高くすることで薬物を患者に送達する方法であるこの送達方法は従来のドラッグデリバリーの欠点に対抗するためにナノ粒子を介した薬物送達の使用を計画するナノメティシンに基づいているこれらのナノ粒子には薬物が充填され 病変組織が存在する、体の特定の部分を標的とするため、健康な組織との相互作用は回避される。標的化ドラッグデリバリーシステムの目標は、病変組織との薬物相互作用を延長し、極在化し、標的化し、保護することである。従来のドラッグデリバリーシステムは、生体膜を横切って、薬物を吸収するのに対し、標的化放出システムは、 在形で薬物を放出する。標的化放出システムの利点は、患者が服用する容量の頻度の減少、薬物のより均一な効果、薬物の副作用の減少、循環薬物レベルの変動の減少である。このシステムの欠点はコストが高いことで、これにより生産性が悪くなり、投与量の調整能力が低下することである。標的化ドラッグデリバリーシステムは、 再生医療を最適化するために開発されている。このシステムは一定量の治療薬を体内の標的となる幹部に長期間にわたって送達する方法に基づいている。これにより体内で必要な結晶及び組織の薬物レベルを維持するのに役立ち、それによって薬物による健康な組織への損傷を防ぐ。ドラッグデリバリーシステムは高度に統合されており、 このシステムを最適化するためには科学者、生物学者、技術者などの様々な分野の力を合わせる必要がある。経口摂取や血管内注射などの従来のドラッグデリバリーシステムでは薬物が全身的な血液循環を介して全身に分配される。ほとんどの治療薬では投与された薬物の約99%が主要部位に到達しない。 化学療法などのように影響を受ける臓器に到達する薬物はごく一部に過ぎない。一方、標的化ドラッグデリバリーでは残りの組織における薬物の相対濃度を低下させながら目的の組織に薬物を集中させることを目指している。例えば、宿主の防御機構を回避し肝臓と脾臓での一組的分布を阻害することによりシステムはより高い濃度で意図された。 作用部位に到達することができる。標的化デリバリーは副作用を減らしながら有効性を改善すると考えられている。標的化放出システムを実施する際には、システムの次の設計基準を考慮しなければならない。すなわち、薬物の特性、薬物の副作用、薬物の送達にかかる経路、標的部位、及び疾患である。 新規治療法への開発を増やすには制御された微小環境が必要で、それは標的化ドラッグデリバリーによって副作用を回避できる治療薬の導入によってのみ達成される。心臓組織への標的化ドラッグデリバリーの分野における進歩は心臓組織を再生するための不可欠な要素となると考えられている。標的化ドラッグデリバリーには いくつかの抗体薬のような能動的な標的化ドラッグデリバリーと強化された透過性や保持効果などの受動的な標的化ドラッグデリバリーの2種類がある。ナノ粒子を病変組織のみの領域に集中させる能力は受動的または能動的のどちらか一方または両方の標的化手段によって達成される。受動的標的化では薬物の効果は 循環時間に直接関連している。これは、ナノ粒子をある種のコーティングで覆うことによって達成される。いくつかの物質がこれを達成することができ、そのうちの一つが、ポリエチレングリコールである。ナノ粒子の表面に PEG を添加することによって、浸水性になり、水分子が水素結合を介して、PEG 上の酸素分子に結合できるようになる。この結合の結果、 ナノ粒子の周りに水和膜が形成され高鈍色性にさせる。この粒子は単核鈍色細胞系にとって自然な素水性相互作用によってこの特性を得ることができる。したがって薬物を充填したナノ粒子はより長期間循環し続けることができる。サイズが10から100ナノメートルのナノ粒子は受動的標的化のこの機構と連動して働くために 長期間にわたって全身的な循環をすることが分かっている。薬物を装填したナノ粒子の濃度的標的化は受動的標的化の効果を高めてナノ粒子を標的部位により特異的にさせる。濃度的標的化を実現するにはいくつかの方法がある。体内の病変組織のみを積極的に標的化する一つの方法は薬物が標的とする細胞上の受容体の性質を 知ることである。次に研究者は、ナノ粒子が、相補的な受容体を持つ細胞に特異的に、結合する、細胞特異的リガンドを利用できる。この形式の能動的標的化は、細胞特異的リガンドとして、トランスフェリンを利用した時に成功することが、見出された。トランスフェリンはナノ粒子に結合して、トランスフェリン受容体を介したエンドサイトーシス機構を、 膜上に持つ主要細胞を標的とした。この標的化の手段は、非強薬ナノ粒子とは対照的に取り込みを増加させることが判明した。能動的標的化は通常、磁気共鳴画像法において造影剤として機能するマグネトリポソームを利用することによっても達成できる。このように、これらのリポソームに所毛の薬物を移植して、 体の領域に相達することによって、磁気一致姫がこのプロセスを促進できる。さらに、ナノ粒子には、pH 応答性のある材料を利用するなど、標的部位に特異的なトリガーによって活性化される、能力を持っている、可能性がある。体の大部分は一貫した、中性の pH を持っている。ただし、体の一部の領域は、他の領域よりも自然な酸性であるため、 ナノ粒子が特定の pH に遭遇した時に薬物を放出することによりこの能力を利用できる。もう一つの特別なトリガー機構は酸化還元電位に基づいている。主要の副作用の一つに低酸素症があり、これは主要の近くの酸化還元電位を変化させる。薬物を放出する酸化還元電位を変更することによって商法は 異なるタイプの使用に選択的になる。薬物を充填したナノ粒子は、受動的及び能動的な標的化の両方を利用することで、従来の薬物よりも高い利点を持つようになる。それは、細胞特異的リガンド次期一決目または PHO 統制材料の使用を通じて、標的に守備よく、引き付けられるまで、長時間にわたって体内を循環できることである。 これらの利点のために薬物を充填したナノ粒子が病変組織のみに影響を与える結果、従来の薬物による副作用は大幅に減少する。しかし、ナノ毒性学として知られる新たな分野では、ナノ粒子自体がそれ自体の副作用を伴って環境及び人の健康の両方に脅威をもたらす可能性が懸念されている。能動的標的化はペプチドベースとした、 薬物標的化システムによっても実現可能である。ドラッグデリバリー単体には、高分子、ミセル、リポソーム、リポタンパク質ベースのドラッグキャリア、ナノ粒子薬物単体、デンドリマーなど、様々な種類がある。理想的なドラッグデリバリー単体は、無毒、生態適合性、非免疫原性生分解性があり、宿主の防御機構による認識を回避しなければならない。 リポソームは臨死室からなる複合構造であり少量の他の分子を含むことができる。リポソームのサイズは低マイクロメートルから数十マイクロメートルまで様々であるが、ここに示すように単層リポソームは通常より小さなサイズ範囲にあり、表面に様々な標的カリガンドが付着しているため、病気の治療のためにその表面に付着し、 病理領域に蓄積することを可能にしている。現在、標的化ドラッグデリバリーに使用されている最も一般的な単体はリポソームである。リポソームは、繰り返し注射しても無毒、疲溶血性、非免疫原性であり、生態適合性及び生分解性があり、クリアランス機構、人クリアランス、科学的、または酵素的不活性化などを回避するように設計できる。 脂質ベースのリガンドコーティングされたナノキャリアは、探知される薬物、造影剤の性質に応じて、素水性シェル、または浸水性内部に有効薬を格納することができる。生体内でリポソームを使用する唯一の問題は、レスシステムによる即時の取り込み及びクリアランス、およびインビトロでの比較的低い安定性である。これに対抗するために、ポリエチレングリコールを リポソームの表面に加えることができる。リポソーム表面上の PG のモルパーセントを4から10%増加させると、インビボでの循環時間が200分から1000分へと優位に増加した。リポソームナノキャリアの PG 化は、脂質ベースのナノキャリアに一般的に付与される受動的標的化機構を維持しながら、作成物の半減期を延長する。 送達システムとして使われる場合、作成物内の不安定性を高める能力が一般的に利用され、インビボで標的組織、細胞に近接してカプセル化された治療薬の選択的な放出を可能にする。このナノキャリアシステムは解答への過度な依存によって引き起こされる主要界の酸性度が薬物放出を引き起こすので一般的に抗がん剤治療で使用される。 使用されるドラッグデリバリー単体の別の種類は高分子ミセルである。これは浸水性と疎水性の両方のモノマー単位からなる。特定の両心媒性強重合体から調整される。それらは溶解性の悪い薬物を運ぶために使用できる。この方法ではサイズ制御や機能の転移性の面ではほとんどメリットはない。反応性ポリマーと共に 素水性添加剤を利用して、より大きなミセルを製造し、様々なサイズのミセルを作る技術が開発されている。デンドリマーも、また、ポリマーベースのデリバリー単体である。デンドリマーは、一定の間隔で枝分かれしたコアを持ち、小さくて、球状の非常に密度の高いナノキャリアを形成する。生分解性粒子は、疾患組織を標的とするだけでなく、その有効薬を、 情報性治療として相達する能力を持っている。P セレクチン、内皮セレクチン及びアイカム -1 に対するリガンドを持つ生分解性粒子は炎症を起こした血管内皮に付着することが判明している。従って生分解性粒子は心臓組織にも使用できる。DNA などの拡散から人工的に設計されたナノ構造体を構築する。 DNA ナノテクノロジーの成功と DNA コンピューティングシステムの実証を組み合わせ人工拡散ナノデバイスを用いてその環境を直接感知して標的化ドラッグデリバリーを行うことができるのではないかと推測されている。これらの方法は DNA を構造材料及び化学物質としてのみ利用し遺伝情報の担い手としての生物学的な役割は利用しない。 特定のメッセンジャー RNA などの刺激に反応してのみ薬物を放出するシステムの中心となりうる拡散論理回路が実証されている。さらに DNA 折り紙法を用いて制御可能な蓋を備えた DNA ボックスが合成されている。この構造は薬物を閉じた状態で封入し任意の刺激に反応してのみそれを放出することができる。 標的化ドラッグデリバリーは、心血管疾患や糖尿病などの多くの疾患の治療に使用できる。ただし、標的化ドラッグデリバリーの最も重要な応用は、眼性腫瘍の治療である。その際、腫瘍を標的化する受動的方法は、強化された透過性及び保持効果を利用する。これは腫瘍に特有の状況で血管が急速に形成され、 リンパ液の排出が不十分のために生じる。血管が非常に急速に形成されると、100から600ナノメートルのサイズの大きな窓ができ、ナノ粒子の侵入が促進される。さらに、リンパ肺液が不十分であることは、大量流入したナノ粒子が、主要から、ほとんど出て行かないことを意味し、治療を成功させるためにより多くのナノ粒子が、保持される。米国心臓協会は、 心血管疾患を米国における死因の第一位としている。米国では毎年150万人の心筋梗塞が発生し、そのうち50万人が死亡している。心臓発作に関連する費用は年間600億ドルを超えている。そのため最適な回復システムの開発が求められている。この問題を解決するための鍵は病変組織を直接標的にできる医薬品を 効果的に使用することにある。この技術は様々な病気を治すためのより多くの再生医療を開発するのに役立つ。近年、心臓病を治療するために多くの再生戦略が開発されたことは心臓病の管理を目的とした従来のアプローチからのパラダイムシフトを表している。幹細胞治療は心筋梗塞が起こる前に微小環境を作成。 サポートすることで、心筋組織の再生を助け、心臓の収縮機能を回復させるのに役立つ。腫瘍に対する標的化ドラッグデリバリーの開発が、心臓組織への標的化ドラッグデリバリーという急成長分野の基礎を提供してきた。最近の開発により、腫瘍には異なる内皮表面が存在することが明らかになり、 内皮細胞接着分子を介した腫瘍への強敵化ドラッグデリバリーという概念につながった。リポソームは結核の治療のためのドラッグデリバリーとして使用することができる。従来の結核の治療法は皮膚からいった化学療法の効果があまり高くないことがあり、これは化学療法が感染部位で十分な濃度で行われなかったことが原因である可能性がある。 リポソーム相達システムは、より良いマイクロファージ浸透を可能にし、感染部位でより良い濃度を構築する。薬物の相達は、腸脈内および吸入によって機能する。リポソームは消化器系で分解するため、経口摂取は推奨されていない。また、3D プリンティングは、眼性腫瘍をより効率的に標的にする方法を調べるために、医師が利用している。 プラスチック製の 3D 形状の主要を作成し、治療に使用する薬物を充填することにより、液体の流れを観察して、薬物の投与量と標的位置を変更することができる。ありがとうございます。